平成30年2月6日火曜、エルヒュージャパンパトリシア、1歳9ヶ月パッドと遊んでもらうのも今日が最後です。犬舎を出発するとき、私の元妻が泣きながら別れたので、感性鋭いエルフィューポインターなので、スタート時点で見てお分かりのように、尻尾にはっきりと見て取れます。釈迦に説法かもしれませんが、このように感性鋭い繊細かつデリケートな系統ですので、優しく愛情を基本での訓練をお願いします。決して叱らないでください。もし叱る場合は、ダメな時には毅然とした脳の一言。尻尾をフラッキングしながら、小鳥や何かの匂いへの執着には即座に脳ゲームのコマンドを発してください。鈴木さん、おはようございます。先日はどうもありがとうございました。今日が私と遊んでくれるパトリシア最後の日ですので、ちょっと置き取りをやってみます。2ヶ月ちょっとやってないんで、どうなるか分かりませんが、今からちょっとやってます。パッと、今日が最後だよ、お父さんと遊ぶのはね。待ってよ、はい、ゴー。パッと、あっ、投げ、おっ、パッ、おっ、下手だな、映し方が。どうもならんな。
ぞ。残念ながらカメラの位置がずれていたので、ゲームの見送りシーンが映っていません。パトリシアはゲームを見送っていました。しかしながら、もしオアスチャンスを与えれば即その悪癖を学習して追いかけると考えられますので、慎重に訓練をお願いいたします。また、飛び込みは、言葉によるゴーとホイッスルの一吹きで飛び込む二つの方法を教えています。ゲームの見送りにスタディネスが要求されるのであれば、優しく教えれば即学習してくれるはずです。成功した場合には喜びをあらわにして褒めてやってください。アイコンタクトと優しいボディコンタクトがエルフューポインターへの決闘的能力を引き出す原動力です。私はビーバー付きの訓練首輪を使っていますが、電極が首に当たるとストレスの原因につながります。そこで電極を取り外して絶縁して使用しています。あくまでも罠にかかったり、防護ネットにかかったりするアクシデント防止目的で普段から装着して違和感を感じないように注意しながら慣らし訓練をやっています。ビーバーのスイッチを押せば慌てて帰ってくるはずですが、むやみな押し方は避けてください。あくまでも転ばぬ先の杖アクシデント防止用ですので。また、写真の歯型の入ったホイッスルは、神の手を持つと言われた名トレーナー兼ハンドラーのクライド・モルトンからの頂き物で、私の勲章というか、宝物です。彼は、1943年、1943年、1945年、アリエル、1947年、サターン、1951年、1952年、パラディン、1956年、1959年、パラモーニウムという輝かしいナショナルチャンピオンのタイトルを獲得しています。私はこのホイッスルと同じ古くから超猟犬訓練と共に使われてきた歴史ある。しかも、先祖代々数百年に及ぶ超猟犬の言語と認識されているホイッスルですので、訓練の未熟さを少しでもカバーするために使用しています。しかしながら、これは訓練の一助に過ぎず、最終的には阿吽の呼吸と申しますか？無言でのハンドリングが要求されるのは言うまでもありません。生地両刃の入り口でホイッスルを吹き鳴らせば日本生地は慌てて逃げてしまうのは周知の通りです。最後に、パトリシアはサンバコから始まる基礎訓練以来、パッドと呼んでいます。また、飛び込み命令のゴーやホイッスルについては YouTube で確認ください。エルフューポインターは繊細でデリケートな系統で非常に賢い犬種です。そこでトレーナーが代わって混乱を起こすと一瞬で打鍵となってしまいますのでご注意願います。パトリシアのストレスのパラメーターは尻尾に現れます。参考までに今回空港便の受付事務所で危機とした状況のビデオと写真を掲載します。余談ですが、以前領有のポインターを北海道へ送った時の状況はブルブルと震う状態でケージに無理やり詰め込みました。人見知りは千切れやから喜んどる1年と9ヶ月です。よしよし、行こう。